はい、皆さんどうもこんばんは、アメリカトラックドライバー鉄です。今回はですね、フリップラインという、ことの紹介いたしますね。フリップラインはですね、違うシャーシを、自分のシャーシへ乗せたりするときにですね、することですね。でついでにですね、今回はこれはですね、シャーシの方へコンテナのとこから、乗せてもらうとこを最初にね映しましたのでね、ご覧ください。そしてこの後に、違うターミナルで撮った分ですけども、それの、フリップラインの紹介をね、様子を、載せましたのでね、それも見てください。でこの、クレーン車がですね、自分のねコンテナ今持ち上げますね。でこれを持ち上げてですね、そして、これ上げますね。そして前に行ってですね、自分の後ろに乗せてもらうために前に進んで、1回なるとストップ、2回なると前進、3回なると後進、バックするようにと言われますね。そういう感じになりますのでね。はい、今なりましたね。1回の合図がストップしてくださいという合図ですね。はい、はい、今ドッキングしてですね、もう1回の合図1回になりました。これはもう行っていいですよという合図です。でこれで完了しましたね。はい、フリップラインです。これはですね、フリップラインと言いまして、シャーシにですね、違うコンテナ乗ってる場合は、自分のコンテナを持ってきて、そしてその違うシャーシの方から持ち上げてもらってですね、クレーンにね。で今から上げますね。で自分の持ってきたシャーシの方へ移してもらうことですね。これがフリップラインですね。フリップラインで待ってですね、フリップします。この左側ですね、これがこの、ターミナルの、ヤードドライバーが持ってきたんですね、私のコンテナで。私がここから今前に出まして、この20フィートのコンテナを後ろの方へドッキングしてもらいます。これがフリップです。持ってきました。そしてこのロサンゼルスロングビーチポートの決まりで、1回の本が止まれ、2回が前進、3回が更新しなさいという合図になります。調整をするんですね。はい、はい、今なりましたね。1回ですね、これ止まれです。ちょうどいいところで止めてドッキングしますね、コンテナをね。吊り上げたコンテナをガチンと後ろへつけますね。これでバッチリです。はい、ご視聴ありがとうございます。はい、皆さんおまけです。終わりじゃありません、もうちょいです。バックを取りましたね、今のコンテナですね、これね。後ろを取りましたよ。はい、それではご視聴ありがとうございました。